気になる猫背や首のこり、お腹も気になるし、まあね、反り腰、この動画一本で解決します。腹筋ができない人や運動が苦手な人、足が気になるからスクワットしたり、お尻が垂れてるから筋肉使ってみよう、実は全部ダメなんです。お腹周りの筋肉がズボラ筋になってしまうと、だるま落としでいう並んでる腹部の部分が前や後ろにずれてしまうと、上も下もずれてしまって体がぐにゃぐにゃになってしまうんです。まずは真ん中を位置を整えていくと、上も下も綺麗なバランスになって気になる部位は変わってきます。一緒にやってみましょう。まずは膝を折り曲げた状態で腸腰筋を伸ばしていきます。膝を折り曲げておへその右側伸ばしている感じがあればバッチリです。ちょっと時計部の方とかね、さすってあげるとちょっとリラックスして筋肉がよく伸びます。足首つりそうな人はね、足を横に出してください。反対も同じようにやっていきましょう。走りながら筋肉を緩めてみてください。まずはズボラ筋をストレッチしてから、少しずつ筋肉を使っていきます。あまり使われてない筋肉はいきなり使おうとしても動かないので、まず伸ばしてあげて使うことが重要としてはバッチリです。膝を曲げてお尻を持ち上げた状態で、へそ下をちょっとさすってください。内臓下垂やね、下腹ポッコリの人はおへその下にね、なんか膨らみがあると思います。この膨らみをね、ゆっくりほぐしてあげるようなイメージです。押して柔らかくするような感じです。マイペースでいいですからね。はい、OK。 お尻上げた状態で膝を抱えて下り上がり、腰の筋肉をね、伸ばしながら、ももの裏とお尻のエクササイズ3つ同時にね、できてます。結構辛いですよね、これね。片足でね、体を持ち上げてますからね。はい、反対足も一緒に行きました。ももの裏結構きますよね、これね。この足がね、ちょうどここにあることで、もも裏お尻にね、きやすいんです。足伸ばすとね、あんまりね、負荷がここに来なくなるんで、ここの位置がね、すごくいいです。オッケー。今度はね、足をパカッと開いて、これで止まっておきましょう。鼠径部をね、さすりながら、足の力を抜いてしっかり開いてください。 できればたまにね、腰をね、ペタッと床に蹴るようなイメージで骨盤をちょっと起こしてみてください。で、今度は片足だけ内側に倒して止まっておきましょう。反対の足はまっすぐです。もしきつかったらね、たまに少し緩めて、また押さえながら繰り返してください。
伸びてる部分はね、さすがとしっかり伸びてくれますからね。反対もいきましょう。痛いところはね、触ってあげるといいですからね。これでね、しっかり腰周りの筋肉をね、下に引っ張ってあげると骨盤の位置が整いますからね、腰痛解消にもすごくいいですよ。そしたら今度はね、膝を曲げた状態でボンボン胸つける感じ、ゆっくりね、腰を丸める練習をしましょう。もし足が抱えにくかったらもも裏持って近づけてみてください。今度は片足がついて、片足持ったまま、こういう感じ。足の力で体を起こしてみてください。少しずつね、腹筋使う意識できてきますからね。腹筋が苦手だよっていう人もね、最後の方できてきますよ。反対も一緒です。グイーッと置きましょう。反り腰の人はね、腰を丸めるのが結構難しいと思うんですが、ちょっとずつこうやって段階をね進んでいくと、腰が丸くなってお腹に力がね入ってきますからね。今度は足を伸ばしたままで振り下ろしながら起きてみましょう。手の前の方がね、ちょっと楽かもしれません。首使える時は頭持ってね、足を振り下ろした分上がっていく。息を止めないように息吐いてください。反対も同じようにいきましょう。振りながら上がっていきます。片足上げることでね、腰が丸くなりやすいですよね。今のをね、両足でやってみましょう。上がったら止まります。一度だけ止まりましょう。やっぱり前屈が硬い人って腹筋がね苦手な人多いんで、ここで前屈をしましょう。今度はね、足伸ばして体をブラブラ揺すりましょう。
全身の筋肉の血流をね一回上げて筋肉の緊張を緩めていきましょう。腰が丸くできて上手に起き上がれたよ、腹筋できたよっていう人はグッドボタンとコメントで教えてください。